ビジュアル系ロックバンド、ザ・ GAZETTE、ガゼットのベーシスト、REITA さんが、15日に死去したことが分かった。公式サイトが伝えた、突然の別れに、業界から惜しむ声が上がっている、ロックバンド、ダン、のボーカル、綾野浩二翔は、訃報を受け、なんだこれ、嘘だと言ってくれ、と悲痛な思いを綴った、人気声優、小原莉子も、REITA さん、生まれて初めてアーティストで憧れを持った方でした。信じられません、と衝撃を受けた様子、元、電化組、イシイ、ナルセエミも、ちょっと、信じられない訃報が多すぎる、と投稿。授業中にこっそり鼻に布巻いたなぁとか、バンドのツアーやピーカンツアー回ったなぁと、カハンガゼや軍服コスしたなぁとか、 CD 屋さんに勝手に反抗流ノート置いたなぁとか、と振り返り、バンガルちゃん時代の青春の思い出、と個人を忍んだ。公式サイトでは、弊社所属、ザ・ GAZETTE のベーシスト、REITA が令和6年4月15日に永眠いたしました、と報告。あまりに突然の信じがたい出来事に、所属メンバーや社員は未だ戸惑いの中にあり、この事態を到底受け入れられる状態ではなく、悔やみきれない思いであります。しかしながら弊社ザ・ GAZETTE メンバーにとって大切な所属アーティストであることに変わりありません、とし、葬儀に関しましてはご親族の意向により近親者のみで取り行わせていただく予定でおります。心痛な思いにご配慮をいただき、関係者への取材行為や憶測による記事掲載などはご遠慮いただき、温かく見守ってくださることをひとえにお願い申し上げます。とした、REITA さんの X、旧 Twitter での最後の投稿は4月15日の午前3時50分、ザ・ GAZETTE は永遠であってほしいと願う、とだけ綴られていた、ネットの声。もう10年近く前になりますが、たった一度だけメンバー5人にインタビューしたことがあり、その際に REITA さんはバンドにおける干渉剤というか絶対に欠かせない存在だなと感じたことが記憶に残っております。その取材時に、バンド結成13周年を振り返り、ザ・ GAZETTE を結成した頃はここまでバンドが長く続くと思ってましたか、との質問に、REITA さんは、深くは考えてなかったですけどね、ライブで頭振るんで、忘れちゃうんじゃないですか、笑い、全部飛んでっちゃうんで、常に結成2年目ぐらいの気持ちでいますけどね、と笑みを浮かべて答えていたんですよね。あれから10年近く経った今も、そういう気持ちでバンドと向き合っていたんじゃないかなと思うと、改めて惜しい存在を失ったことを実感せざるを得ません。個人のご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。